こんにちは、たけです。前回やりましたエリア内の会話を噛まずに読めたら俺の勝ちで、噛んでしまったら動画即終了のゲームをやったんですけど、今回も、そちらをやっていこうかなと思います。で、前回ね、確かね、みずきちゃんとかなでちゃんかなの会話を確か読んでたんですよね。で、2文目ぐらいになって、いや1文目だっけな、とりあえずかなでちゃんの文章を読むことなく俺がね、ギャ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 セリフを読む前に終わったな。もうナンバーワン、自称カミカミで言うとナンバーワンのね、実況者なんで俺。なんで今回ね、めちゃめちゃ辛い企画なんですけど、やっていきたいと思います。まあなるべくね、読めるように頑張るんですけど、さあやっていきましょうか。とりあえず誰の会話読むかなんだよね。いやー、今回ね、エナナンの会話もなかなかいいと思うんで、あ、待って、みずきちゃんとまひゅーちゃんいるからこれにしていい？俺2号しなんで、今回みずきちゃんとまひゅーちゃんでいきたいと思います。またみずきちゃんで終わんないの俺。さあ行きましょうか。はい、あった、あった、あ、待て、今の話、今のじゃない、みずきちゃんがちゃんと読み切ってからが本番だから、今今フライングじゃないからね、みんな許してね。行きますよ。あった、これこれ、ちょっとテイストがオウンに似てるアーティスト。いいよ、いい感じだよ。え、まひゅーちゃんパートいける？あ、まだか、ちょっと待ってね。はい、いきますよ。僕たちと同じで全然顔出さない謎のロックバンドでさ。あぶね、あぶない、ロックバンド、あぶね、ロックバンド、あぶね。いきますよ。はい、ジャケットの写真、まひゅーちゃんね、で全然顔見えない、いいよ。難しそう、めっちゃ難しそう、これ。最後の文章いけるかな俺。いきますよ。ジャケットの写真、逆光で全然顔見えない、こっちを見てるのに見てないみたい。いいよ、待って、言えたんじゃないこれ、見てるのに見てない。え、言えてる、完璧。次はいけんじゃないこれ。オッケー、みずきちゃん、これは俺いける、マジでこれは絶対いける。いきますよ。バンドのコンセプト、あー